はい、始まりました。お久しぶりです。で、今日ちょっと久しぶりの猛進なんですけれども、今日はカズシにちょっと突撃していきます。お楽しみに。あ、2階にいるんですけど、カズシが。すごい物音聞こえるんですよね。ウッチーの声も聞こえるんですよね。ちょっと突撃したいと思います。これも楽しみ。ダメよ突撃だ。何してんの新ネタの会議をしました。何になろうとしてんの？M1 優勝それではカズシに直撃を。よし、じゃあカズシのプロフィールを少しばかり、はい、よろしいですか？出身地は滋賀県守山市、出身の学校は京都理容美容専修学校、距離卒業です。好きな女性のタイプは黒髪セミロングの綺麗目可愛い目みたいなお前もう全部総取りやです。はい、出会いをちょっと教えてもらっていいですか？まあ、こう美容学生時代結構何度かその学校で就職ガイダンスみたいなっていうのがあって、まあ、何回かそれでルーストの話聞いてて、でまあメンズサロンあるんやなみたいな感じで思ってて、もともとメンズがちょっと好きで、まあ、そういうところで働けたらいいなと思ってたんですけど、ちょうどその同じクラスに同期のちょっと藤本くんっていう善逸がいて、その善逸がルースト就職決まったって聞いて、なるほどね、あそこ行くんやみたいな、まあ、僕も一回ちょっと話聞きに行ってみようかなって感じでサロン見学行かせてもらって、その時二条店に行ったんですけど、まあ、その時にまあ渡辺さんとか、まあ、オーナーとかに話してもらってちょっと働きたいなと響いてしまった響いてしまいましたどうですか？でもこうルースト入ってなんかこう変わったところとかありますか？なんか自分のよく言われるのはめっちゃ喋るようになったなとか、なんかもうキャラ変わったなみたいなのよく言われますね。コミュニケーション能力がついたっていうことだね。そんな感じですね。ルースト入って一番楽しかったっていうこう思い出とかあったら聞かせてほしいなっていう。いろいろ数ある中の思い出の中で、はい、一つ、はい、ちょっとこれ濃かったなっていう思い出が、はい、結構入社して結構最初の5月6月ぐらいやったと思うんですけど、その時僕二条店に行ってたんですけどその時に一回円町店の方にヘルプに呼ばれて、ヘルプ行ってで、まあ、今の円町店の店長の田中誠さんがその時確か金髪坊主やったんですよ。僕にちょっと喋りかけてきあって、俺の頭触ったら金運上がるでいいって言ってきてくれやったんですけど、あんまその誠さんともあんま喋り慣れてなかったんで、あ、そうなんですかみたいなで流してしまって、触らせてくれるんかなと思ってたら結局触らせてくれんかったっていう思いですね。ダメな先輩やなルーストのこう、はい、好きなところっていうのはあるかな？みんなが仲いい、どこの店舗行っても楽しいですし、誰といても楽しく喋れるとか、うん、過ごせるっていうところが僕の好きなところですかね。え、違います？肌だし、なんかこう得意な技術というか、はい、こだわりとかっていうのはあるんですかね？まあ、パーマが得意でして、その中でも、まあ、スパイラルパーマでやったりとか、はい、ツイストで、ツイストスパイラルっていうのはもう一番僕こだわり持ってやらせてもらってるんで、まあ、僕にしか出せないその腕感といいますか、まあ、その螺旋状のその回転の仕方とか、うん、確かにっていうところに僕一番こだわり持たせてもらってて、ただ特製腕感ですね。肌リッチってやつ。じゃあカズシにとってラストいいですかね。はい、旗田にとってルーストとは挑戦の場ですね。まあほんまにスタイリストデビューであったりとかそれこそほんまに一人一人お客さんに入るも挑戦やと思いますし、まあ、後輩ができてまあ教えていくっていうのも挑戦やと思いますし、一つ一つも全部挑戦させてもらえてるなっていう。まだ見ぬこう自分のこうやったことないことをこうガンガンさせてもらえるとか、それがあるからやっぱり今がある。ルーストとはもう一度いいですか？挑戦の場です。あ、燃えてるね。メラメラと燃えてるね。今後も期待しておりますので、はい、また爆発した時に取材します。はい、はい、以上です。ありがとうございました。